県は静岡空港の4月の利用状況を発表し、搭乗者数が前年と比べて1万人以上増え、3万人を突破したことがわかりました。静岡空港の今年4月の利用状況は、搭乗者数が3万2131人で、コロナ禍だった前年同月と比べて1万1000人以上増加しました。 18ヶ月連続で前年同月を上回りました。4年ぶりに運行した国際線も好調で、韓国ソウル線の4月の搭乗者数は4898人。搭乗率も8割を超え、現在は毎日運行しています。県は全国旅行支援も相まって旅行マインドが回復していると分析しています。一方で国際線の定期便は コロナ禍前で最大10路線あったものの現在はソウル線のみで県は中国や台湾への定期便の早期の再開を目指しています。